どうした？寝れない？さっきから寝返りばっかしてる。気になって寝れないんだけど。いや、別に謝んなくていいんだけどさ。何か考え事してるのかなとか。落ち込んでるのかなとかね。ちょっと気になっちゃって。そういうんじゃない？大丈夫？ただ、寝れないだけ？眠くないの？眠いけど、眠くないんだ。難しいけど、その気持ちわかる。そしたらさ、おいで。腕枕しよう。上手。ぎゅれで寝返りできないでしょ。俺がぎゅってしてるから。ぎゅ。ぎゅえ、一つ聞いてもいい？お前、今日仕事休みだったでしょ？何してた？なんでって。大好きな人が休みの日に何してたか知りたいから。で、一応洗濯して、夕飯の買い物行って。うん。それで？昼寝した？ それそれ。昼寝しすぎたんでしょ。どんくらい寝たの？お昼ご飯食べてから、うとうとして。うん。起きたら暗かった？俺が一生懸命仕事してるときによだれ垂らして寝てたんだ。垂らしてない？ほんと？ 可愛いんだから。夜に寝れなくなるくらい昼寝したらダメだよね。ただ、イチャイチャする時間が長くなるのは嬉しい。でしょ？ほら、もうくっつけないってくらいまでくっついて。俺のことガシって目いっぱい掴んで。上手。
背中も。よしよし。よーし、よしよし。よーし、よしよし。よしよし。猫みたいにピトーってすんのも可愛いし、ほっぺスリスリしてくんのも可愛い。さっきは悪い子って言っちゃったけど、本当はいい子なの知ってる。でも俺の前では悪い子でいてもいいよ。どっちも好きだから。今うんって嬉しそうに返事した。かわいいな、小さい子供みたい。猫になったり子供になったり、ほんと一緒にいて飽きない。なんで怒んの。うーって怒ってんのもかわいい。もっと怒ってみてよ、ぷくーって。かわいいなぁ。ツンツン。ツンツンツン。てかさ、寝れない夜って長いよね。良くないこととか考えちゃったりさ、今日一日の反省なんかしちゃったりして、楽しいことだけ考えながら寝れたら幸せなのに。一日の最後は幸せな気持ちで目つむりたいよね。例えば、今日も彼氏のこと大好きだったなとか、今日も一日中彼氏のこと考えてたなとか、私の彼氏かっこいいなとか、んじゃないよ。だってお前の彼氏かっこいいよな。なあ。あとは何かあるかな。ね、俺限界かも。寝ちゃいそう。ほら、もう一回ぎゅーぎゅー。よしよし。
寝息が聞こえる。寝た。いいよね。少し笑いながら寝てんのかな。よしよし。お前が幸せなら何でもよくてさ。お前と一緒なら俺も幸せで。これからもこうやって幸せそうな寝顔をずっと見てたい。だから俺がずっと幸せな寝顔にしてやるから。一緒にいてよね、俺とずっと。